アニージャ・シ男は25日、船月・ひなこがスペイン女子フットサル2部リーグのインテルディエス・サラゴサへ移籍することを発表した。画像、女子 F リーグ週間ベスト5一覧、世界最高峰のリーグへ再挑戦。高校生から本格的にフットサルを始めた船月は、2013年から府中アスレティック FC テルセーラに所属。 2018年に1年間スペイントップリーグに挑戦したことをきっかけに海外志向が強まった。コロナ禍を経て、2021年2月にサラ・サラゴサのサテライトチームに移籍すると、半年後にトップチームとプロ契約を結んだ。同年11月にアトレティコトルカールに移籍。その後、2022年8月からテルデポルティボ、2023年からセウタ。 いずれもスペイン一部でキャリアを重ねた。今年7月にはアニージャ湘南へ加入し、4年ぶりに女子 F リーグに復帰した。加入後は6試合に出場し、力強いシュートとボールキープを武器に攻撃の起点として違いを生み出した。9月16日のレギュラーシーズン最終節、ミネルバ・ウベ戦で初ゴールをマークし、チームの勝利に貢献した。船月は自身の SNS を通して、 短い間でしたがありがとうございました。受け入れてくれたアニジャのみんなに感謝しますとチームメイトへの思いを伝えた。今回の発表を受け、ファンサポーターは SNS 上で、海外でプレーする思いの強い選手だと思うので、行ってらっしゃい。サラゴサで頑張って、とスペインリーグへの復帰を後押しする言葉が寄せられた。